むしろな、リーガの記録バグり散らかしてた。クリロナ、試合数、438、ゴール数、451、ハットトリック、44、ゴール率、1.03、メッシ、試合数、476、ゴール数、472、ハットトリック、39、ゴール率、0.99。こんな選手二度と現れん。もう二人をヨーロッパで見られないと現実。438試合、451ゴールハットトリック44って、こいつらがいなくなったリーガはオワコンになったし、マジですごいわ。ムバッペの方がすごい。長年二人でバロンドール争いってマジで、やばい。ハーランドとエムバペがそうなるとは思えん。時代が重なったせいで、過小評価されてるからな。どっちもエグすぎる。こんな化け物が消えたらそりゃリーガは魅力なくなって終わるわ。PK 外さんロナウドすごいわ。ハーランドもそんな感じか。全然違う、足元にも及んでない。それに加えてメッシはアシストキーパスドリブル突破数とバグった数字多すぎるよな。ロナウドは CL の通算ゴール数と通算アシストランキング1位だし、 CL 決勝での通算得点も1位だけどね。最近の代表戦見て思った。ロナウド復活してきたね。動きがめっちゃ良くなってた。レアルンドキドリブルエグかったイメージあるが、ワンタッチってどちらかというとユベントスん時じゃないかな。やっぱりあの時代のクラシコってすごいメンツだよね。今もだけど 34.35 歳で明らかに全盛期の6割いや5割ぐらいの状態になって、ようやくハートランドやムバッペが抜いたみたいな話なのに、何をどう解釈したらあの二人より上だなんて言えるんだか。サッカー母子人二人が暴れすぎたせいで、ネイマールをはじめとした実力者が過小評価されてる。メッシとロナウドの全盛期は2016年くらいまでだけど、貯金がありすぎて、その後もバロンドール取れてた。特にロナウドは、バロンドールが関係して、全盛期を間違えられがちだけど、メッシが4年連続でバロンドール取った時がロナウドも全盛期だったと思う。2016年くらいまでの二人は、見たことないレベル。ハーランドですら、今季の活躍を10年コンスタントにしてやっと、メッシロナウドと比較することが許されるレベル。やっぱり宇宙人だな。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。